どうもこんにちは、小田です。8月に値上がりするものを使っている人は注意してくださいというテーマでお話をしていきたいなと思います。物の値段がどん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 上がっております。どんどんっていうよりもじわじわという感じがいたしますね。 5%、10% みたいな値上がり、3ヶ月前とかですね、半年前とかにも 5%、10% 同じ商品が上がっていたりするので、じわじわとですね、段階的にまた 10% みたいな感じでですね、どんどん上がっているので、気がついたら結構すごい数字になってたってことになるんですよ。いきなり 20% になってたんじゃなくって、半年かけて 20% 上がってるっていうね。最初の段階だと 5% とか 10% とかからまあいいかなと思ってたやつがどんどん上がってきてるっていうことなんですよね。さあ、どのような商品が値上がりしていくのか、そしてこの時代どうやって生きていけばいいのか、この状況どういう風に対処していけばいいのかというテーマでお話をしていきたいなと思います。物の値段が上がっていくと、こんなんじゃもう上級国民しか生き延びられないんじゃないかとかね、結構いろいろと悩むと思うんですよ。とはいえ安心していただければなと思います。いや、きついんですけど、工夫を考えれば大丈夫だという話をしようかなと思うんですね。実際にですね、今どんな商品が上がったのかっていうのをちょっとリスト見てみますね。まずは井村屋の小豆バーとかね、小豆マーとか肉まんとかおしることかぜんざいとかゆで小豆とか、好きな人いますよね。江崎グリコ、ヨーグルト、プリン、ゼリー、ジュース、大塚食品、冷凍食品、フライドポテト、キッコーマンの調味料、みりん、醤油、タレ、オイスターソースなんとかもろもろですね。あとはケロックのシリアル、スガキヤの鍋つゆ、羽衣フーズのシーチキン、フジッコのカスピカヨーグルト、マルサンアイの豆乳ヨーグルト、マルハニチロの缶詰、レトルト食品、森永乳業の牛乳ヨーグルト、雪印メグミルクの牛乳フルーツジュースプリンなどですね。ここら辺なんですけれども、乳製品が結構上がってますよね。あとは加工食品が基本的に上がってるんですよ。これなんでかって言いますと、電気代が上がりましたよね。それに連動して上がっていくっていうことなんですよね。ですので必然的な流れというか、確かに電気量上がっちゃったら、電気を使って作られている食べ物、加工食品系っていうのは当然のように上がりますよね。あとは乳製品が結構上がってました。というのも、世界全体的に乳牛とか牛さんとかを結構削減してるっていうね、世の中の温暖化に良くないからとか、いろんな理由でですね、乳牛を削減したりとかしてますから、そういったものもあるんでしょうね。ここら辺は背後の、実は半年前ぐらいに進められている政策とか世界的な傾向というものが物価に上がってきてる、反映されているっていうことなんですよね。ですので直近で言うと、電気量の値上げ、電気量が 10% か 20% か上がったら、それは当然それで作られている食品っていうのは上がりますよねっていうことなんですね。乳製品とかもじわ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 と上がっております。そしてですね、今後上がっていくということが予想されるのは小麦製品で、実際に日清の小麦のやつも上がりました。最近上がったんですけど、これからももっと上がっていきます。実はこれなんでかっていうと、ロシアがですね、輸出の規制緩和をするって言ってたんですけど、規制緩和せずに、例のロシアウクライナ戦争の余波でなかなか終わりませんから、それもあってですね、小麦をもう生産する地方としてロシアとウクライナってすごい大きいわけじゃない。で、この2つがやってるわけなんで、なかなかですね、小麦の供給が上がらないんですよ。だからずっと値上げが止まりませんっていう状態をやっているっていうことですね。これが食糧危機の火種になるんじゃないかというふうにもよく言われてますけれども、ヨーロッパでもですね、最近小麦の値段がやっぱり 8% から 10% 上がりました。ということは当然のようにですね、これからも日本で小麦製品はまだまだ上がっていきます。ですので8月の値上がり商品一覧の中にはなかったんですけれども、実は小麦はこれからもっともっと上がっていくっていう、小麦を使った食べ物とか小麦を使った製品などがまだまだ上がっていきますよということなんですね。ということで、小麦と乳製品が値上がりの対象になってますよということになります。さあ、こんな時代どうやって生き抜くかということなんですけれども、これ実は使っている人は注意してくださいってことだったんですけれども、僕は実は両方ともあんまり食べないんですよね。だから自分の中ではピンときてないっていうね。お子様にどうしても食べさせたいとか、生活の中で小麦と乳製品どうしてもたくさん食べますよっていう方、井村屋の小豆バーがないと生きていけませんっていう方もいらっしゃると思うんで、そういうものに関しては確かにだと思うんですけど、僕みたいにどちらかっていうとハーブ仙人みたいな感じでハーブ暮らしをしてるとですね、あんまり食べないんですよね。
小麦とか乳製品とかってあんまり良くないんで、健康には日本人の体にそもそも合わないんですよ。なんでじゃあその話を今前半でしたんだよって話なんですけど、だから僕にとってあんまりいらないので、逆に言うとですね、小麦とか乳製品を使わなくてもいい食生活にシフトしていけば、実はこの食料危機って乗り換えられるんじゃないかという話なんでございますね。小麦がないと死にますよって方も結構いらっしゃると思うんですけども、意外とですね、米粉とかで米粉パン作ってそれで美味しいよって言ってるうちの会員さん結構いらっしゃるんですよね。最近も一人聞きました、米粉パンは意外ともちもちしてて美味しかったですとかね。小麦はやっぱり、あ、私体は小麦に合わなかったのかなとか、実は乳製品あんまり合わなかったのかなとかっていう人も意外とちらほらいるんですよ。小さい時から惰性でですね、小麦とか乳製品というのはどうしても食べてますんで、ないと生きていけないって方結構いらっしゃると思います。だからそこに関しては相当抵抗が今この時点で出てるっていうのはなんとなく想像つくんですけれども、ただね、意外となくしても大丈夫なんですよ。僕も小麦とか乳製品とかあんまり食べなくなってもう5年ぐらい経つんですけど、たまには食べます。もちろんなくても全然健康的に生きていける、むしろ健康的に生きていってるんじゃないかなと思うんですよね。小麦粉とか乳製品とかむしろスイーツだと思う人間もここにいますし、実は結構な人が小麦乳製品食べないで生きてますので、値上げしてもうこんな富裕層しか生きていけないのかじゃなくって、意外と健康志向の人っていうのは小麦乳製品食べてない人いらっしゃいますので、これはですね、なくてもいいんじゃないのぐらいの気持ちでちょっと減らしていけばですね、小麦とか乳製品が上がっていっても何も怖くなくなるっていうことがありえますので、そういう意味で言うとですね、物価上昇とかあんまり関係ないですっていうことになるんですよね。ですので、さっき言ったリストにいつも使っている食品が入っていた場合、悔しいってなるかもしれないんですけれども、意外とそういうものと売買するタイミングかもしれないので、ちょっとですね、お試しで小麦を断ってみるとか、小麦良くないっていう人結構いらっしゃるんですよ。本の中でもね、小麦が体をダメにしてるとか、グルテンが悪いとかって聞いたことありませんか？結構ね、普通に僕フランスにいましたけれども、グルテンフリーとかかなりあったんですよね。結構そういう意味ではヨーロッパ人小麦しかないかなと思いきや、意外とグルテンフリーやってたりとかするし、なくても生きていける生活っていうのを持っておくと強いんじゃないかなと。別にそれで食費が爆上がりするってわけではないんですね。逆に下がったりもしますので、工夫次第によって。だから意外とこの物価上昇の波は乗り越えられるんじゃないかなと思いますね。まあ、どうしてもですね、この電気料の値上げと、そして小麦乳製品などの値上げっていうのはどうしても世界情勢的に下がるってことが考えられないので、そこと関係ないような生活をできるだけ作っていくっていうことが、本当に戦争とかが本格的に起きた時に死の方の言ってられなくなりますので、その状態への対応策としていろいろと今から試しておくっていうのはすごくいい選択なんじゃないかなというふうに思います。ということでですね、今日は8月値上がりするものという話でございました。値上がりしていくんだけれども、意外と生きていくことはできますので、そういうもんかなと思ってですね、ぜひ一度試してみることをお勧めします。小麦乳製品をちょっと一回食べない1週間を過ごしてみるとか、そういうことを提唱している本って結構世の中には出回ってますので、そういうのを買ってみてですね、小麦立ちをちょっとやってみるとかね、そうすると意外となくても生きていけるっていうことがわかります。ぜひ試してみてください。ということでですね、今日の話はこの辺りで終わりにしたいと思うんですけれども、今までね、うまくいっていたこととか、今まで常識的にやっていた食生活とかがどんどん変わっている、なんでそうなっているんですかということ、この辺りを説明したサバイバルセミナー、概要欄の方でプレゼントしてますので、ぜひですね、そちらご覧いただければなと思います。そしてですね、面白いなと思っていただけた方はぜひ高評価ボタンを押していただけるとですね、仲間が増えていきますので、ぜひ高評価ボタンを押していただければ幸いでございます。そして初めましての方はぜひチャンネル登録もお待ちしております。それではですね、今日はこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。